ジョン・キース・ジャック・テイラーは、イングランド出身の元サッカー審判員である。1963年に FIFA のライセンスを取得し、1977年まで FIFA 国際審判員として活動していた。副業は、性肉業。33年間にわたって1000試合以上の主審を務め、60カ国の国において100試合以上の国際試合主審を務めた。 主に国内リーグのフットボールリーグで主審を務めた他 UEFA チャンピオンズカップでも主審を務め1970から71シーズン決勝では主審も務めた 1970FIFA ワールドカップで主審を務めた他 1974FIFA ワールドカップでは決勝戦の審判も務めたこの時は前半の30分で2回の PK を宣告している 自身の精肉店を閉店した後はブラジルで2年間審判を務め、その後も南アフリカ共和国やサウジアラビアでレフェリングコーチを務めた。1999年には FIFA フフの殿堂入りを果たした。2012年7月27日、ウェストミッドランズ州シュロップシャーの自宅で死去。82歳坊津。1966FIFA ワールドカップでは2試合で、 先進を担当した。1970FIFA フフワールドカップでは1試合で審判を担当した。1974FIFA フフワールドカップでは3試合で審判を担当した。ありがとうございます。